はい、ゆうすけです。今回は、月の初めということでスゴフェスですね。2015年の10月1日のお昼の12時から24時間限定で、はい、スゴフェス開催です。で、今回の新キャラは、スゴフェス限定キャラがまさかの CP9 のルッチで、他に新キャラはこれ的中率の確率アップの対象キャラでもあるんですけど、各カリファ、ジャブラ、ブルーノ、フクロウ、クマドリが新キャラで追加されました。で、同じく的中率確率超アップの他の対象キャラはサッチ、ナミュール、ラクヨウ、フォッサ、クリエルとなってます。はい、で今シークレットキャラも来てて、これはエースですね。で、あと、技属性の確率アップも来てます。ただ技属性結構個人的にはいいキャラ揃ってるんであんま嬉しくないですけど、あとはコアラ だけですかね。コアラ持ってないんで欲しいです。はい。で、狙いはスゴフェス限定キャラはシャンクスだけ持ってるんで、それ以外とやっぱ即属性ですね。即属性の船長効果の強いキャラがいないんで、サッチ、ジョズ、エース、ジンベイあたりが欲しいです。はい。で、5回引きます。はい。1回目。即属性が本当に、お、来た！金、一発目。おー、書く。しかも、進化後ですね。はい、CP9 は通常の冒険とイベント限定のキャラでいたんですけど、まさかの追加ですね。ガチャ限定ので、技属性ですね。必殺技が敵全体にランダム技属性ダメージを与え、ランダムでスロットを入れ替える23ターン。戦長効果が技属性キャラの攻撃を2倍にし、必殺技で与える技属性ダメージを2倍にする。まあでも技属性は強いキャラいっぱいいるんでね、どうですかね。で、斬撃タイプと、新タイプですね。新タイプの、っていう読み方わかんないですね。はい。まあでも一応持ってないキャラで、金色だったんで、よかったです。はい。あと技属性だと、灯籠流しの、ゾロ持ってないんで、それだったら嬉しいですね。2回目は銀。ああ、持ってますね。ノジコと、コウザ持ってないんで、それだったら銀でも嬉しいですね。はい、3回目。やっぱ久々に赤見たいですね。お、金。オッケー。おー、ノジコ。一応、持ってないっす。持ってないんで嬉しいです。あと技棒も今来てるんで、まあこれは嬉しいですね。はい。進化王かな、多分これは。はい。技属性ばっかじゃないですか、本当に。4回目。お、金多いな。惜しいっすね。ひっくり返ってたら結構いいキャラなんですけど。てか技ばっかっすね、本当に。じゃあラストいきます。やっぱスゴフェス限定キャラはそうそう出ないっすよね。お、ラストも金。あ、結構いいっすね。お、何だったっけ。フクロウだったっけな、これ。フクロウですね。心属性必殺技が心即スロットを心に、技即スロットを心スロットに変換する。で、船長効果が心属性キャラの攻撃を2倍にする。はい。で、進化前かな。はい。
心属性も刻印のシャンクスいるんで、まあ、船長としては使わないかもしれないですけど、はいはい。というわけで、いつも通りソゴフェス5回引いた結果は、各ベルメール、ノジコ、ゾロとフクロウという結果でしたね。新キャラ2体ゲットして、持ってないノジコもゲットできたんで、まあ、よかったですね。はい、でもやっぱあの赤髪、赤の手配置みたいですね。まあ毎回引く回数も少ないんで、まあ難しいですけど、まあでも育成も楽しいんで、はい、まあ頑張ってもっと強くしたいと思います。はい、というわけで今回こういう結果でした。ご視聴ありがとうございました。